東京ストラディバリウスフェスティバル2018の様子東京ストラディバリウスフェスティバル2018は世界最高峰のバイオリンストラディバリウスの弦楽器をかつてない規模で集め演奏や展覧会でなどで楽しむことを目的とした体験型フェスティバルで2018年の7月から10月にかけて実施された主催は東京ストラディバリウスフェスティバル2018実行委員会 実行委員長は中澤壮太。監修は日本バイオリンが行った。バイオリンの最高峰と言われるストラディバリウスに焦点を当てた世界初の体験型クラシックフェスティバル東京ストラディバリウスフェスティバル 2018F への目のマイナスが2018年5月から10月にかけて開催された。東京ストラディバリウスフェスティバル2018はコンサートや トークライブなどのイベント、展覧会を通じて300年以上もバイオリンの最高峰としてあり続けるストラディバリウスの魅力を体感できることを目的としたフェスティバル。21丁のストラディバリウスがアジアに初めて集結した。2018年5月に行われた11丁のストラディバリウスによるベルリンフィルハーモニーのコンサートを皮切りに7月には本イベントのメインコンサート。 ストラディバリウスソロイスツコンサートが開催された。世界でも注目を集めるバイオリン奏者の三浦文明とチェロ奏者の宮田大をソリストに迎え、東京芸術大学と英国王立音楽院の混成オーケストラと共に演奏された。8月から9月にかけては大ホールのコンサートよりもカジュアルなサテライトイベントを開催。演奏はもちろんのこと。 トークライブなどより身近なシチュエーションでストラディバリウスの音色を楽しめるものとなっている。また10月に行われた展覧会では様々な視点からストラディバリウスの魅力を解明していく。ストラディバリウス21丁が展示されるという大規模展覧会でアジアでは前例がない。ギターやビオラを含むストラディバリウス21丁とバイオリンの始祖と呼ばれるアンドレアーマティア バイオリン製作で知られるイタリアクレモナで工房を開く作家3人のバイオリンも展示された。展示された21丁の中にはマリー・アントワネットもその音色を聴いたとされるサンドレンツオやバイオリニストの高島千佐子、実業家の前澤智作の所有するものもあった。朝日新聞、総額210億円。最高峰、ストラディバリウスが集結ハット、アフップブニュース、名記。 ストラディバリウス21町が一堂に東京。ありがとうございます。